こんにちは。こんにちは。MJWS です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はですね、また荷物届いたので。ついに来ましたね。はい。はい。私はちょっと中身知らないですし、何を注文したのかもわからないので ですね、私が勝手に頼んで楽しみにしていたというものですね、はい、見ての通り国際貨物で運んでもらいました。あ、そうなんですね。なんかちょっとぐるぐる巻きになってますね。だいぶですね、結構激しいですね、放送が。これはまず開けてみたいと思いますけど、どこから何をどんなものを注文したんですか？簡単に言うとですね、あのモノレールの模型で記念式典の時に配られたもの、あの中国のモノレールなんですけど、でこれを、まあ、eBay っていう、まあ、ネットショッピング、国際版ネットショッピングみたいなところに、まあ、仲介業者入れて配送費かかるんですけど、それを買って送っていただいたというところで、まあ、ここ書いてますけど、アメリカのロサンゼルスかなを経由して羽田まで来ているということですね。はい、はい、ということで早速じゃあ開封していただきましょうか。はい、すごい楽しみしてたんじゃないですか。楽しみですね。結構これ前から、そうですね、年末12月だったかな、でやっと今日届いた。到着がね、3ヶ月後、2月って書いてあったんですけど、そうだいぶ早く来ましたね。早いんですか？うん、だいぶ早いと思います。中国からの、中国に注文したもの。結構すごいぐるぐる巻きになってるんで、ハサミでいっちゃいますか？荒々しく開けちゃっていいんでしょうか？うん、そうか、傷つけちゃいけないってなったら急に私もドキドキしてきましたよ。ねえ、切っちゃっていい？いや、こっちから、はい、まっすぐ行っちゃいます。うわ、すごい、なんかお魚の解体ショーやってない一回ちょっと撮影ですね。これ頑丈だね。はい、あ、危な、気付けるところだった。もういきなり記念の箱が出てきちゃった。すごい。すごいですね。しかもサイズぴったりの段ボールってあるんですね。ねえ。これ。じゃなくてこの箱もセットだったんじゃない、もしかして。切っちゃったり。そうですかね。じゃあちょっと開くにしても どうしましょう。上から落としましょうか。で、下キャッチしてもらおうか。はい。これなんかいい、赤い箱が入ってる。いい箱ですよ、それ。来賓用だもん、これ。今日手に入ったと思いますね。あ、そうなんですね。うわー、すごい。いやー、手震えるな。これね、字読めるかな。まあ、後で入れましょうかね。こう漢字で読むと、まあ、読み方あるんでしょうけど、新一台小座敷短期車両かな。うん、小座敷しか読めないですね。うん、モノレールなんでしょうね。これね、短期が中国語でダングエリーチっていうのがモノレールなんですけど、それがダングエですね。でこの新一代っていうのは何かというと、日本でいくと新世代のことです。うーん、新しい次世代の小座敷モノレール車両の模型ってことを言いたいね。すごい、ね、はい、ということで早速開けましょうか。あ、ちゃんと書いてる。ん、いつか行きたいねって言ってる。中国中車の重慶が作ってるんですね、はい、モノレールって。これが重慶と言います、うんうん、チョンチンって言うからね。重慶市港北区って空港の近くだね。うーん、工場があるんだね。ちょっとここにやっちゃったかな。まあいいでしょう。じゃあちょっとアラさんにオープンしてもらおうかな。はい、じゃあ、あ、なんか開けられるかしら。上に引き上げるんじゃない？なるほど。おー、行きますよ。はい。でで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 でパカーン。おお。おお。おお。こんな感じ。大きい、結構大きい。ちょっと。映ってるのかな？モノレールの中で一番大きいじゃないですか？一番大きいですね。そうか、いやー、すっごいね、すっごいね。
ちょっと出しちゃおうか。はい、こうした方が見えるかな。この先に発泡スチロールを取る感じじゃないかな。ちゃおうか。あ、そうだ、あ、はいはいはい、はい、あーすごいすごいよね。ガチャンガチャンと落とさないで、落とさないでよって言ったら落とす感じ。はいはいはい、いや前振りに。こっちだ。じゃーん。箱も立派ですよこれ。すごいよ。すごい立派な箱だね。ね。すごい。いい箱だよこれ。いい箱だね。へえ。うわー出たね。じゃあすごいっすね。結構大きいですね。大きいですね。いやー素敵。ちなみに何て書いてあるの？重慶駐車旅客機動車両有限会社ですね。これは普通の大きさなんですか？ちょっとこの模型は大きいけど。これ自体は、日本の小座敷モノレール重慶に2路線入れてて、まあ、いつか行きたいっていう話してると思うんですけど、まああのまあ、日本人の人がどう考えるかわからないけど、技術をコピーして中国版で今作ろうとしているのね、うんうん、まあ、そのうちのモデルの一つですね。まあ、簡単に言うと、CRRC っていうロゴが書いてあると思うんですけど、見えますかね、はい、車って書いて CRRC って書いてるでしょ、うん、これが中国駐車っていう、まあ、中国の一番大きい鉄道車両メーカーなんですよ。まあ、ここがほとんど車両とか、まあ、モノレールもそうだし、まあ、あとリニアとかもそうですけど作ってるんですね。で、まあ、この車両については日本の日立の小座敷モノレールをベースに、中国版として開発している車両の模型ってことですね。運転席も見える。もう中も作ってあるの？中も。中はないのかな。ちょっとこれ出したいっすよね。いやダメでしょ。ダメなの？どうしてどうして？いやいやそういうものじゃ。あ、みちみち言ってる。あ、開く？ダメ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 。でも開けたいっすよね。こういうものなんだと思いますよ。あ、飾るようだね。多分出すものではない。そうそうそう。これでなんかこう中がどうなってるのかなって想像。あ、運転台とかある。運転台あるよ。中の席もありも。あ、本当だ。ベンチシートになってる、うん、本当だね。ちょっとねすごいしっかり近くで見ないと見えないけど、そうですね、うん、ベンチシートですね。ですね。へえ。例えば、うん、大阪モノレールとかそういう大きさと一緒。まあ、ちょっと小型版ですね。あ、もっと小さい、うん、これ一番大きいサイズも当然開発してるんですけど、うん、この今模型はこの小型サイズの分ですね。え、じゃあユイレール、ユイレールとかのサイズに近いと思います。そうなんですね、うん、これ自体はこれ書いてないんですけど、書いてないかな。裏底とか。あ、ないですね、企業秘密なんだろうね。これちなみにね、間違ってなければ中国駐車の V308 型っていう開発コードネームのモノレール、もしくは V306 なんですけど、まあ、これはここら辺でやめましょうかっていうタイプの、まあ、小型のやつですね。これね、後でドアップしますけどね、これ下見てもらったらね、走行輪、安定輪、案内輪、あー見えるね、全部ついてる。見えますね。言ったらこう架線、この軌道の横の架線もちゃんと再現している、うん、すごいですよ。すごいですね。いやよう見つけましたね、これ。ね、これはすごいと思う。持ってるとか購入したこういうグッズではないんですけど、これは、うん、まあ、展示品なので、こういうノベルティでもないな、なんだろう、記念品。うん、の中で行くと一番レベルが高いです。レア、うん、ですね。あ、レアね。で、中国とかってやっぱ暑いので、重慶して特に。あ、そうなんですか。気温が、うん、なんでこの室外機も大きいんですね。ああ、なんだろうと思ってた、上に乗ってるので。後ろにあの重慶のモノレール2号線映してますけど、あの当初はね、大阪モノレールと同じ規格の車両を使ってたんですけど、これだけは形が大きい、冷やさないといけないので、うん、まあ、大きいこういうものをつけて走ってたっていう。そうですね、前ね、ここで出してるように、うん、そうですね、はい、ということで
すごいですよね、あの重慶の動画も見てもらったらね、規模がすごいです、マンションっていうか、そうそうそう、家のところからビヨーンみたいな、うん、あれがね、有名なリチファ駅っていうんですけど、あの日本の姫路モノレールの大将軍駅とか、ああいうこうビルに突っ込むタイプの駅っていうね、うん、あそこから出てくるっていうね、まあ、ちょっと重慶ってなんか料理のイメージしか私あんまり知識がなくて知らないです。重慶飯店みたいな、そういうこと、うん、そうかもしれないですね。そういうこういう乗り物も進んでるんですね、うん、そうですそうです、もう中国はね人口もかなり多い、うん、まあ、あの別枠で詳しくは喋るつもりですけど、まだ未だにね日本の方はやっぱり日本が大好きなので日本の技術がトップだという思われる方いるんですけど、まあ、どんな分野でもモノレールにしてもそうですけど先端を行ってるのは中国ということでね、こうやって中国が作った模型を逆に日本に入れる時代になっているということの表れなんですよ要は。そっか、そうですよね、うん、3ヶ月も待っても欲しかったんですよ、欲しかった、うん、ですよ。日本のモノレールもね、日本の技術ってよくあの中国とかのモノレール見て言われますけど、もともとドイツの技術なんでね、アルウェーグ自体が。なんか運転席もなんか運転席ちょっと狭めなのかな、小型やけでしょうね、こう UL とかよりちょっともうちょっとちっちゃいかもしれないですね。ね、なんか一人座れば横ちょっとだけしか、うーん、中国のこのモノレールって日本みたいにこうドアのところで見たりしないんですか、そういう感じの作りになってないの。これ自体はですね、今中国のモノレールシリーズってこれ含めて AT を前提で作ってるので、うん、多分この運転台も隠せるような設備になってると思います。うーん、そこら辺ちょっと調べてないですけど、ね、なんか出入りしてるどこはどこから出入りするのかなとかちょっと細かいこと気になりだしたら仕方ないですけど、でもこれ多分忠実に作ってあるんで、荒さんのおっしゃるとこれがドアですね、黒いのが、うん、そうそうそう、運転台はおそらく普段はカバーしてあるんだと思う、そっちもあると思う。あ、そうなんだ、こっちはね、うん、ちょっと見ます、なんか同じですかね、形状が違う、あ、一緒ですね、なんか一人しか座れない感じっていうかですね、身動きできなさそうな、そこのこの運転室自体もなんかドアがありそうにないからないですよ、ね、オープンになってるのかな、この中入ってみたいんですけどね、入りたいですね写真自体はね、あのバイドゥとかに出てるんで見れるんですけどね、確かにドア、運転席のところ壁になっていますね、あーそういうことか、じゃあ運転席は乗務員室はあるってことなのかな、うん、まあちょっとそれもどっかで調べられるものなんですかね。あんまりね、この V308 とかギリギリ出てくるんですけど、コードネーム上の書類ってほとんど出てこないので、うん、今からあのなんだ特許の申請の書類とか見てみますけど、おそらくそこまで詳しい情報は出てないと思います。これ結構いつぐらいから走ってる乗り物なんですか。これまだ試作機なので営業には、そうなんだ、すごいね、あ、そういう意味でもすごいですね、うん、すごいですね、でこのままの形ではもうまだ走らない、ああでごめんなさいね、新たに見せれないけどここ出しますけど、ちょうどね、コードネーム知らないんですけど、映せたら映しますけど、うん、もっとかっこいいです。あ、そうなんだ、うん、そうなんだ、それはそれはそれは、重慶って暑いんですね、ちょっとそれも知らなかった。重慶はね、気温は日本とかで全然暑いですね。あ、そうなんだ、うん、普通に40度超えるんじゃないかな、夏とか、うん、そうなんですね、中国でもおそらく結構暑い地域になると思います。中国広いから上の方、上の、うーん、真ん中というか内陸というかです、内陸というか、うん、え、開発とかはしてるけど、これは中継で走らせるわけではないんですね、うん、あ、そうなんですか、うん、その中国のもうちょっと小規模な都市、重慶ってまあ大都市なんですけど、大都市ですよね、都会の小さめの規模の都市に入れる気持ち小型のモノレールって確かこれは開発されてるので、うーん、本当はねこの重慶モノレールって大きいんですけど、一つの大型と一緒なんですけど、あんな感じであのビッグサイズのモノレールもそれはそれで別に作っているんですね、うんうん、でこれはそのちょっとスモールサイズっていう立ち位置の試験車両ですね。あ、そうなんだ、まだ走ってないんだ。なんでこの型のモノレールには乗ることはできない、うん、もうこのまま多分なくなっちゃう、っていう、だからそういう意味で珍しい、レアなんですね、そういう、レアですね、
日本とかだとこの試験車両そのまま営業線に持っていくんですよ。あの小田急とかあれ試験車両だったのを、うん、小田急モノレールにそのまま営業運転使ったんですね。中国は規模でかいのでそういうことしないんですよ。試験終わったらだいたい廃車にしちゃうので。もったいない。もったいない。だからもうこれ今だあるやつしか残らないと思います、世の中に。なんでそんなに。そうなんだ。本当はね、開発のコードネーム入れてくれてるんかなと思って期待したけど、さすがにお客さん向けやけ書いてないですね。なるほどですね。いやー素敵だな。まあこれはそんぐらい珍しいと思う。珍しいものを手に入れたんですね、うん、そうだね。こんな手厚い箱に入ってんだもん、ね、中国って感じですね箱が。いやなんか中国の中でもちょっとだいぶ木みたいに硬いんだけど。それ映してあげた方がいいかもね。すごいその朱色っていうか。そうですね、いい中国色が、なんか色っていうか中国っぽい感じですよね、カラーリングというか。硬いし、それはこれ20、30にもして送ってきますね。確かに壊れた状態送られたらお客さん怒るかもしれないですね。これでもどうやって固定、あ、ネジがついてるわ。4本ネジで固定されてる、動き回らないように。こうちょっといつか開けたいな。でもそういうものって開けるものじゃないじゃない。いや怒られるでしょうね普通に見られたらね。ダメだな、開けれるようにはなってないですね。うん、もういつかその気になってバーンってこう勝ち割るしかないんだと思う。それは良くない。良くないですね。そうですね、もったいない。ということで田村さんが命がけで命がけじゃないか、結構大金はたいてちょっと手に入れたっていう中国の、まあ、記念。なんて説明したらいいですかね。コードネームでいこうか。 V308 って言ってあげたら V308 だと思われる模型。はいです、ね、言わせれてるわけじゃありません。ありがとうございます。はい、今日はちょっと模型の開封動画でした。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さようなら。